常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。ちょっとね、ここになんかついてますけども、今から公演なんです。はい、ちょっとまあいろいろありまして、はい、公演で今控室なんですけど、ちょっとね時間があるんでね、ちょっと仕事の合間に YouTube ということで撮らせていただければと思うんですが、いや、すごいニュースが入ってきたんで、これこのままもう朗読するだけでもう一本撮れんじゃねえかというようなですね、すごいニュースが入ってきました。はい、中央日報というね、韓国の、クオリティペーパーからのですね、ご紹介なんですけど、ヘッドラインがすごいんですよ。もうこれだけでもうね、ひっくり返りそうなヘッドラインついてます。はい、ゼレンスキー大統領の演説、会場満杯になった日米やっと50人の韓国国会が恥ずかしいとですね。いやー、これ辛辣ですね、中央日報ね。自分の国のね、まあ国会に対してね、まあこれね、どんなこと書いてあるかというと、まあ、とにかく恥ずかしさ満載だったというのがですね、列挙されてるんです。で、ゼレンスキー大統領がね、第24回目となる、ビデオ、演説の会場となった、韓国国会と、いうことで紹介してるんですが、11日にですね、韓国国会を対象にしたゼレンスキー大統領のビデオ演説は、国会本会議でも、議員会議でもなく、国会図書館で開かれた。国会関係者は、本会議場の大型スクリーンを使用できない理由について、ビデオ演説をリアルタイムで送出する過程で不安定な状況が起きる恐れがあったとし、ネットワークの問題を挙げた。だが 5G ネットワーク技術を先導する韓国で通信上の問題によりリアルタイムで、映像送出が難しいというのは納得しがたい釈明だったということで、いやいやいや、いきなりここからですね。なんで国会でできないと、リアルタイムで絵出せねえのかとね、 5G 大国とか言ってんのに出せねえのかということで、もう理解しがたいというふうにね、中央日報さんはお怒りでございます。で、さらにですね、まあもちろんね、場所が行事の本質を左右するものではないが、だが大多数の国会議員は今回のビデオ演説に対する最小限の誠意さえ、ね、見せなかったと。この行事に参加した議員は50人ほど、残り240人ほどの議員は国会図書館についに姿を見せなかったと、いうことですね。はい、ちょっとこれはいかがなもんかなと。日本もアメリカも超満員でね、もう本当にスタンディングオベーションが起きるようなね、もう本当にいい演説をしていただいたんですが、韓国はちょっと厳しいかなということでね、この件についてもですね、厳しいことを書いてます。ゼレンスキー大統領のビデオ演説に熱烈に歓呼した他の国の議会と比較すると違いはさらに克明だと。先月23日の日本の国会でのビデオ演説では、岸田文雄首相をはじめ500人以上の衆参議員の、議員が参加した。演説が中継された衆議院第一議員会館は、空席を探すのが難しいほどで、起立拍手で溢れたと。それに先立ち EU、イギリス、ポーランド、カナダ、アメリカ、ドイツ、フランスの議会でのビデオ演説の時も同様だった。議員は一つの気持ちで現場に集まり、ウクライナの抗戦を支持したと。いうことで、韓国はそれをしなかったと。いや、厳しいですね。で、さらにですね、これがね、ロシアのプロパガンダに利用されているというね、厳しいご指摘があるんです。これも中央日報の同じ記事です。はい。中央日報、こうした書き方をします。こうした恥ずかしい姿は、韓国がウクライナ情勢に無関心だという宣伝、扇動素材にまで活用された。ロシアの極東連邦大学のアルチョーム・ルーキン教授は12日、ツイッターに韓国国会図書館の座席の相当空いている写真を投稿し、アジアがウクライナに関心がないというまた別の証拠と主張したということで、いやいや、使われちまったねと。韓国さんどっち行くんですかということで、まあやっちまったなと。いうことですよね。まあ、自由とね、自由で開かれた社会、まあ、一応韓国にもあるはずなんですけれども、もうこれ守る気ないんですか、応援したくないんですかね。いやー、これいかがなもんかということでね。で、まあ、宣伝にも利用されてしまった韓国さんなんですが、なんとですね、ロシアがね、この夏にですね、独自開催する体操大会というのがあるんですよ。で、これのですね、参加国リストにね、なんかいくつかの名前が出てるらしいんですけど、なんと韓国の名前も入っているということで、日本のクオリティペーパー、トースポさんがですね、これ報じております。ロシア体操連盟が、今夏に独自の国際大会を開催する方針となり、中国などに加えて、韓国も参加する可能性が出てきたということで、向こう側に行ってしまうの?ということですね。
ウクライナ侵攻に対するスポーツ界での、制裁でロシア勢は体操でも国際大会から排除されている中、同連盟は新たな国際大会を計画しているということで、あのタス通信がですね、ね、プロパガンダメディアタス通信がね、ロシア体操連盟、体操連盟が8カ国の参加を得てカルーガで国際大会を開催する予定であるというふうに発表したらしいです。で、招待した8カ国はですね、どこになるかというとですね、韓国、トルコ、イスラエルが、含まれていると。で、もちろんチャイナも来ると、いうことでですね、いやーこれ応じるのかね、トルコとイスラエルね、どうなのかわかんないですけど、まあ韓国はそもそも応じるかどうかという問題もあるんですけどね、いやもう本格的にちょっと向こうに行ってしまいそうな雰囲気が出てきているので、これはちょっとまずいなと、いうふうに見ております。でね、昨日ですね、この件にまあ関連してというかね、まあさすが日本一の半島通という感じなんですが、鈴木貴文さんがですね、あの元日経新聞のね、素晴らしい、記事をですね、デイリー新潮にまたアップされています。要はですね、韓国政権交代が起きても完全にこっち側来るかどうか早速ちょっと微妙ですよみたいな内容の記事なんですが、こちらもねちょっとぜひねご紹介したいなと思うんですけれども、米国回帰を掲げながら、従中を続ける、ユン・ソギョル、日米韓の共同軍事訓練を拒否ということで、もうヘッドラインだけで何が書いてあるか、大体わかりますよね。ね、大体わかりますよね。はい。まぁ、あ、ちょっと読みますけどね。こういうふうに書いてます、冒頭。親米を掲げて大統領に当選したユン・ソクヨル、まぁ、あ、ユン・ソギョルとも言いますけどね。ユン・ソギョル氏が就任前からアメリカを裏切った。裏切ったの？マジで？中国の顔色を伺い、日米韓の共同軍事訓練を拒否したのだ。この国の相も変わらぬ従中ぶりを韓国監察者の鈴木貴文氏が解説するということでですね、鈴木さんこのようにおっしゃってます。ユン・ソギョルのスポークスパーソンが日米韓の共同訓練は実施しないとの方針を示しました。日米韓三角協力とは軍事協力を指すのか安保協力を指すのかと記者から問われて答えましたと、いうことです。で、その中でね、こんなふうに言ってます。はい。共同軍事訓練なら、安保協力ではなく、軍事訓練段階に入るものだ。新政権では、米韓日の間での実質的で効果的に安保協力をする方法を検討することになるのではないかと思うということで、検討士までパクリですかみたいな。こういう驚きの発言をですね、ユン・ソギョルさんしてるんですよね。まあ、リー・ソーテス先生によるとね、前よりはこれでもマシになりますよっていうことだったんですけど、前よりマシになると言ってもですね、パククネ時代まで戻れるのかどうかみたいなね。ちょっとそんな感じですね。で、鈴木さん曰くですよ。ユン・ソギョル氏は選挙戦で、韓米日の安保協力強化を謳いました。しかし、金、恩慶氏かな、金恩慶氏は3カ国の、まあこれスポークスパーソンですね、3カ国の共同軍事訓練は公約を超えるとして実施しないと言明したのです。この記事も、韓米日3カ国の実質的な安保協力は強化するものの、3国が実際の軍事訓練を共にする段階には至らないとの趣旨だと解説しています。パククネ政権まで、日米韓は海軍を中心に共同訓練を実施してきました。日韓の2カ国で行ったこともあります。2015年12月末、ソマリア沖のアデン湾です。3カ国で実施する予定だが、米駆逐艦が参加できなくなったため日韓だけで行いました。この時は世論を気にする韓国側が非公開にしてくれと頼んできたので、頼んできたと産経新聞が報じていますと、いうことでね。まあ、この時もいろいろあったんですね。はい。で、3カ国の共同訓練を打ち切ったのは、中朝の言いなりだったムンジェイン政権、5月10日に発足するユン・ソギョル政権は、親米保守を唱えながら、左派政権の方針を引き継ぐことになりますということで。これはちょっと困ったことになりましたよね。まあ、ただね、北朝鮮がね、きな臭い情勢になっているので、ちょっとこのこともね、触れておきたいなと思うんですね。これあの NHK ニュースなんですけれども、米原子力空母日本海で海上自衛隊と共同訓練、北朝鮮を牽制かというニュースが入っています。これはですね、アメリカ海軍のね、エイブラハム・リンカーンというね、まあ空母ですけれども、この空母がですね、実は韓国の今、ウォルソンというところにね、ウォルソンか、イザンと書いてね、ウォルソンと呼ぶんですけれども、こちらに、今行っていると。で、どうも千島海峡でね、駆逐艦スプルアンスや、それから、海上自衛隊の護衛艦稲妻、などとですね、共同訓練をするのではないかと、
いうふうに見られてるんですね。で、これはまあ一応 NHK のニュースですけど、防衛省関係者によりますと、日本海ではこれらの艦艇が参加して共同訓練が行われるということです。アメリカ海軍の空母が日本海に展開したのが明らかになったのは、北朝鮮が核実験や ICBM 大陸間弾道ミサイル級の、ミサイルの発射を繰り返した5年前、2017年の11月以来ですということですので、まあ要は北朝鮮で何かあるかもしれないという前触れなのかなと。思います。まあ、直近ね、考えられるのは核実験ですよね。まあ、この核実験やった時に、まあ、その、いい加減しろというメッセージを伝えるためにね、まあ、やったら分かってんのかというメッセージを伝えるために、このアイブラハム・リンカーンが来たのかなと、いうことです。まあ、ただね、第7艦隊はね、この訓練は定期的なものだというふうに言ってるので、まあ、どんなメッセージが出るかまだ分かんないんですけれども、ちょっとね、北朝鮮がね、ここへ来てミサイルバンバン撃ちまくってね、核実験も再開するんじゃないかという動きを見せているので、朝鮮半島も非常にきな臭いなと、いう状況でございます。まあ、ロシアがね、まあ、ウクライナで仕掛けたと。いうのを持ってね、こちら側にもちょっと影響が出てきてる。まさにね、これ第二次大戦が始まる時と同じですね。ドイツ軍がポーランド侵攻してね、まあポーランド分割みたいなことが起こって、ね、で、その後独ソ戦が始まってね。で、まあ日本はね、その時に、まあ、権威主義国家側ですよ。ね、日本は民主主義国家だったのに、ドイツみたいにも全然体制が違う権威主義国家の国と同盟を組んでですね、まあ、非常に筋の悪い対米開戦というね、まあことやっちゃったんですよね。まあ、それはまあ理由は簡単で、まあ、これ前にもちょっと話しましたけどね、満州とかね、まあ、それからチャイナ全体が、まあ、今のウクライナみたいな感じですよ。はい。で、そこと、まあ、戦争を追っ始めて、ね、で、その国民党政権はなかなか倒れないと。で、これ応援してるのは NATO じゃなくて、まあ、アメリカ以下ね、ABCD 方にも、まあ、C は抜きますけど、A、B、D、E が応援してるんだと、いうことで、あ、D、E じゃない、A、B、D か。応援してるということで、で、これをまあ炎症ルートを立たなきゃいけないからということで、なんかアメリカと戦争することによってチャイナとの戦争を終わらせるみたいな謎ロジックで、第二次大戦へとまあこれ発展していってしまったわけですけれども、まあ似たようなことがですね、まあ北朝鮮が今度ね、日本の役割になるかどうか知りませんけれども、まあちょっと北朝鮮がそういう、まあ、きな臭い動きをしているので、まあ、この辺も非常に気になるという中ね、韓国はどっち行くんだと、いうことがまあ相変わらず問われているということでございます。まあ大丈夫なのかな、非常に心配ですけどね。まあこの政権交代がね、いい方向に行けばいいなというふうに思っているんですけれども、まあ相変わらずチャイナの壁を伺いながらね、ね、まあ結果的にはロシアの味方もしてしまってるみたいなところがね、ちょっとユン・ソギョルさん大丈夫かなと、パククネ政権ぐらいのところまで行ければいいですけど、パククネ以下だったらこれ本当に期待外れなんで、まあ頑張ってほしいなというふうに思います。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。